あ、いけるな。今のいけるな。今みたいにタイム連打駆使して、うまい位置に着地すればワンチャンあるんじゃないかっていう理論でやっていきましょうか。あ、今のいけたな。あれ、どうすればいいんだ。ジャンプして、ちょうどいい位置でジャンプキックだよな。そうか、あのくぼみのところでキック出せばいいのか。まあいいや、もう一回いきましょう。なんか普通にいけそうですね。なんか一応これ正規ルートでやるの結構難しいと思ってたんで、苦戦すると思ってたんですけど、あんまり苦戦しなさそう。一発であそこまでいけるんだったら、というかここら辺の道中で死ななければ大丈夫そうですね。なんか普通にここら辺の道中、普通にその赤コインのスターやってる時も普通に死にまくってたんで、ここで5、6回死ぬかなと思ってたんですけど、そんなこともなさそうで。すげえ、こっから。いや、そう、もうなんか懐かしいですね。もうなんかだいぶ過去のような感じがしますね。あれから2日しか経ってないんですけどあの赤コインのスタートってから2日しか経ってないんですけど、ひどかったですからね。もう普通にあの、なんだろうな、最初の10時間くらいやってあまりにも取れなくて、もうこれ喋らずにやろうっつって、あの動画見ながらやろうっつって動画探してたんですけど、まあ、それでなんかバーチャル YouTuber の動画とか見始めて、バーチャル YouTuber にハマったりとか、あとなんかハクション大魔王、 YouTube でハクション大魔王見れるんだっつってハクション大魔王見てたりとか、4話まで上がってるんですよハクション大魔王が。あ、というわけで戻ってまいりましたよと。で、こっからさっきと同じ理論でタイム連動を駆使していこうじゃないかと言ったところで、でこっから1、2、3でタイム連打駆使してうまい位置に着地し、こう、 OK、 よし OKOK、 いけましたね。無事この2面の5枚目のスターウォールスターシークレットクリアいたしましたよと。で